第8フレーム。ここは流れからストライク。よーし、ストライク。いわゆるダッチマンと呼ばれるゲーム展開ですね。あのストライクとスペアを交互に繰り返して。なるほど、はい、左側のレーンは全部ストライク、うん、そして、右側は全部9本スペア。右側のレーンの克服がポイントになります。さあ生に注目しましょう。第8フレームどうだ、持ってこれるか。よっしゃ、ストライク。もう厚めだと怪我をする確率が高いんで。そうですね、それを薄めで飛ばすというところも ね、 ね、うん、踏まえてですね。先ほどね、厚めを狙いすぎてスプリットになってしまいましたからね。内容的には小林がね、非常に思うんですけれども、うん、そのダッチマンでね、スコアが伸びてないので、そうです、ね、縄が1回ダブルと逆転しちゃうんですよね、うん、さあ、山田はちょっと突き放されて第3位です。倒せ、うーん、本来の山田の破壊力はない。最後に投げる右側のレーンです。5回目の挑戦でなんとかストライクを持ってきたいところですよね。こっち側のレーンでは、あ、失投してしまった。おっと、まだあと数ミリ右だったらもっと、そうですね、危ない結果が、はい、現実がそこに。やっぱりなんとか右側を、ね、克服したかったというのが強く出過ぎちゃいましたね。さあここで縄が持ってくると逆転になりますからね。これは大事にいってもらいたい。縄脇厚め現金、外に持っていった、はい、どうだ。いやー持ってこれないか。うーん、ああいうあの形で飛ばしたかったんでしょうね。薄めからという形でね。小林が有利なんですが、テンプレで何があるかわからない。あ、それこそ山田が全てねストライクを持ってくればまだわからないわけですからね。まだ3選手誰がね勝ち上がるかは決まってませんからね。わからないですからね。いやー、この1回戦 E グループはなかなか空気の硬い試合になりました。山田持ってこれるか。第9フレームどうだ。もうあんなばっかりや。もう実況いらないぐらいの解説もいらないと思う。なんでならへんねやって、そういうことです。さあ注目しましょう。小林、うん、こっちはずっとストライク来てる方ですからね。いいか、どうだ。よっしゃ、ストライク。ようやく少しだけ笑みがこぼれた小林愛美。縄はパンチアウトして203。その場合小林がもしね次9本カウントですと200までしかいきませんからね。縄脇さん、はい、ぜひ見せてください。お願いします。どうですか。よっしゃ、よっしゃ、ストライカー。さあここで小林はもう一つ持ってこなければ安心できないという状態になってしまいましたね。ようやくこの1回戦 E グループで一番跳ねる瞬間がやってきました。テンフレ2投目、小林持ってこないとやばい。よーしゃ、よーしゃ、持ってきた。いやー左側のレーンは完璧でしたね。ですよ皆さん、ハートでため息は自分自身に送ってくださいね。もうあの6フレームのね、あの左側の失投、あれだけですよね。おー、小林最後もストライク210フィニッシュ。まあ勝ったには勝ったけど、本人としては9フレームなんとしてもストライク欲しかったでしょうね、ボーリング的にね。本当ですよ、うん、もうパンチアウトで終わってもらいたいが、どうだ。よっしゃ、ストライカー203、縄脇。うーん、そうですね、
それぞれに悔いが残る、ね、ゲームだったでしょうね。まあそうは言いながらもちゃんとするところはできたかなっていうところですね。はい、山田プロもここ最後ね、ぜひパンチアウトしてほしいですね。どうだ、あ結局赤のがやっぱり山田プロは1フレームの1投目で少しねペースを乱してしまいましたからね、自分でね、あれっていうことでね、どういたしまして、1回戦最下位でも次回出場停止がありませんということで、1回戦2フレーム小林愛美210で立ち上がりです。Eグループは1人ノーミスの小林が縄の猛追を振り切り準決勝進出を決めた。前シーズンね、よっしゃーって言ってめっちゃ喜んでて、でやっぱ見てくださってる皆さんもすごい喜んでくださって、もうなんかこれで P リーグ頑張れそうかもと思って思ってたのに、こんな展開になってしまいまして、もう私はどうしたらいいんだとなりました。恥ずかしくて画面に映れない。いやもうね、あの打ちミスですよ、スプリット、もうあれがもう一番良くなかった。3球目ですけどね、力が入ったんです。勝負どころの時の投げミスをやっぱりなくさないといけないので、そこが課題ですね。あ右のレーン練習した上で5回も投げてるのに合わせられないっていう、このもやもやはい、輸血前の練習でもうちょっとその視野を広げていろんなパターンを試しておきたいと思います。